皆さん、こんにちは。今回は、最新セブンイレブン初夏のおすすめ商品を紹介いたします。ではでは行ってみよう、ゆっくりしていってね。私のおすすめはこのブリトーです。ピリ辛でめちゃくちゃ美味しいです。皆さんのおすすめをいろいろ教えてください。これうまいよね、何食べたいかわからないときよく買ってるだべり。わかる、これうますすぎて飛んだ。また買いに行かなきゃ。毎回あるわけじゃないけど、チョリソーは結構定番。最近久々に買ったら小さくなってたから、蜜食べないと物足りない。25年前に初めてセブンのブリトー食べた時の感動が忘れられない。これにタバスコを足してさらに辛くして食べるのが好き。アーモンドがかかったチョコバーが美味しい。マンゴーのアイスキャンディーはマンゴーそのものだった。お店で揚げたカレーパン、美味しいよ。パン屋さんのカレーパンよりも美味しいと私は思ってる。私もなんか躊躇して買えなかったけど、思いのほか油っぽくなかったし美味しかった。パン屋よりも美味しいし安いよね。いつかいつかと思ってると突然終売になってることあるから、次行ったら買って食べてみて。パン生地サクサクでカレーの辛さもちょうどよく美味しくて何度も食べてるよ。チーズ入りも出たよね、美味しい。え、そうなの？チーズカレーパンめちゃくちゃ美味しいよね。あんなに美味しいカレーパン初めて食べた。美味しいのに他のホットスナックより断然安くてびっくり。毎週食べてる。運転途中でついカレーパンとコーヒー買って食べちゃうわ。ホットスナックのコーナーにメロンパンとかクロワッサンも売ってますよね。今チョコクロワッサン美味しい。メロンパンはバターの香りと温め直後はふわふわで最高。生地が冷えると表面がザクザクで中はもっちりしてて美味しかった。温め直してくれるのがまたいいよね。美味しそうでいつも迷うんだけど、量に対して高すぎていつもやめる。小鉢くらいの量なのに300円は出せない。そう思うでしょ。私もそう思ってたから買ってこなかったんだけど、そんなことないの。カップデリって程よい塩梅で食べ応えあるから、信じて買ってみて。お店のお通しに比べたら安いからチャレンジして。でもタコとブロッコリーと豆買ってってなると材料費結構高くつかない？材料費と作る手間暇を考えれば安い気がする。これとサーモン寿司のおにぎり買って、サーモンをバジルソースにつけて食べると美味しいよ。これ好き。芋や枝豆も名脇役。好きすぎて自分で作ってる。レシピ教えて。じゃがいもさいの目に切って、ゆでだこぶつ切りにして、冷凍枝豆解凍して、キューピーのバジルソース瓶入りのやつ入れるだけでその味になるよ。レシピもクソもなくてごめん。バズってる。これこのうち20袋ある。そんなに美味しいの？笑い。毎年これとじゃがいも飲んでる。仕事終わりだったらストロー刺して飲みながら帰宅。バズってると買えなくなるからやめてほしい。じゃがいもとかぼちゃどっちが美味しいですか？絶対トウモロコシが一番美味しいんだろうけど、糖質がね。かぼちゃは甘みがあります。じゃがいもはじゃがいも本来の味と塩味がある。極端だけど、かぼちゃはデザート系かな。私は断然かぼちゃが好きです。かぼちゃプリンとか煮物も好きだからかも。キラキラにされた人いませんか？気になってて。ココアパウダーがなくても物足りなさは感じなかったよ。ミルキーなホイップクリームとマスカルポーネのチーズムースがコクがあって美味しかった。ふんわりクリームシフォン。これ、手に取って迷ったやつ。スポンジに対してクリーム少なくない？と思って買うの断念したんだけど、食べてみてクリームとの対比どうでしたか？シフォンケーキ自体にも甘みがあるので、個人的にはクリームの量ちょうど良かったです。むちゃくちゃちょうどいいよ。甘さもちょうどいい。あー、これ自分好みのほんと危険なやつ。めっちゃ美味しいよね。コンビニで売ってるなんてすごい時代だ。肌荒れ中だから数ヶ月我慢してるわ。食べられる人羨ましい。これのココア味と紅茶味美味しかった。また売ってほしい。これ目当てでセブンに行くことが多い。美味しいよね。メロンめちゃくちゃ美味しかった。これねっとりした食感がめちゃくちゃいいよね。新発売のバナナ木になってる。このマンゴー大好き。見つけたら買いだめしてる。メロンちょっと高いんだよね。マンゴー美味しかった。ピンクグレープフルーツあったかな。それ食べて美味しいと思った。グレープフルーツの苦味も再現されてて美味しかった。昨日バナナ食べた。めっちゃバナナで美味しかった。ピチッとムチッとしててフルーツアイスだけど食べ応えあって洋菓子よりもヘルシー。買いだめしたい。潰したクロワッサンであるらしいね。クロワッサンをプレスしてこんがり焼いた感じ。生地は固めで軽い食感。カリカリした食感がラスクのようで美味しかった。
結構薄めでサクサクしてる。クロワッサンでもパンでもない食感、好き。お前入りのクッキーマカダミアナッツかなんか入ってるやつめちゃくちゃ大好き。同じ人いて嬉しい。めちゃくちゃ好きでいつも買っちゃうチョコバージョンも好き。レベル高いよね、チョコ味も好き。美味しいよね、辛い方も好き。さすがカルビー。他のところのも食べたけどセブンが一番美味しいわ。チョコレート豆腐バー。私はダイエット中にチョコレートケーキ食べたくなっちゃってすごく助けられたよ。豆腐とか豆乳好きだから美味しかった。豆腐はめちゃくちゃ感じるね。減量してて甘いもの食べたくなった時に食べてる。思ったよりチョコ味感じる。後味が豆腐なんだけど自分的にはすごく好き。 YouTube のおすすめでこれ買って紹介してる人がいて、もうこタンメン中卒って呼んでたわら。締めにご飯とチーズ入れるの大好き。次の日お尻が死ぬの分かっててもやっちゃう。辛すぎて二口しか食べられない。本当は完食したい。ある意味めっちゃ体に悪いことしてる気分を楽しみながら食べるのが好き。辛いけど辛い中にも旨味があるよね。暑い時に辛いもの食べるとストレス解消になる。ヨセミテロードのスパークリングワインってどうですか。800円ちょっとのやつグラス。辛口で美味しいよ。でも私は625円のやつがよりドライでお気に入り。置いてる店は一部シアターミックスっていうポップコーン、バターソルトとキャラメルの2種類入ってて美味しい。手が止まらない。穂先メンマ、歯ごたえが良くてラー油の辛さと塩加減がちょうどいい。ほんとおつまみにぴったり。ご飯とか麺にも使えるし買い置きしてる。しょっぱすぎないのがいい。冷ややっこに白髪ネギとこのメンマ乗せて食べてる。チュモッパ美味しかった。ツナとたくあんと韓国のりと米は安定な美味しさ。具材がシャキシャキでごま油のコクとツナの旨味が美味しい。辛さもないし食べやすかった。これ今日買って食べたら美味しかった。ひんやりだしさっぱりしてる。チーズ系デザートもっと増えてほしい。もっちもちの生地が最高。レアチーズクリームとレアチーズホイップがさっぱりしてるから暑い日でも食べれる。美味しそう。値段もお手頃でいいね。コーヒーゼリーが美味しかった。苦味があって甘さ控えめのゼリーと甘いホイップのバランスがいい。コーヒーゼリーの苦味がすっきりしててつるんとした滑らかな食感で、生クリームがクリーミーで美味しかった。これ美味しいですよね。さっきセブン行ったけどなかった。私もこれ美味しかった。量多くて残すかなと思ったがペロッと平らげた。これ復活して本当に嬉しい。ちゃんとカニの味がするし細いほぐし身が入ってる。ファミレスのパスタぐらいのクオリティ。レンチンでお店レベルが食べれるからコスパは良いと思う。これ本当美味しいよね。こっちの金のシリーズじゃないパスタも美味しい。特にナポリタンがほんのりバター風味でめちゃくちゃ好み。金のパスタシリーズは私のテレワークのランチに大活躍してる。さっきお昼に食べた。美味しかった。いちご練乳氷毎年買い溜めしてる。練乳の甘さと甘酸っぱいいちごソースを楽しめる味。アイスはねっとりシャリシャリ食感で美味しい。糖質ゼロカロリーゼロのオレンジの炭酸飲料。ハイブミニを飲んでる感覚になるよね。最近これハマった。冷凍のカスタードアイスがこれまた最高。クッキー生地もサクサクしてて風味がいいし、カスタードのコクも感じれて美味しかった。セブンの盛岡冷麺、茹でるタイプ。スープはとろみがあって辛さもコチュジャンみたいな辛さで酸っぱくない辛さで美味しい。太麺でスープが美味しくて全部飲んじゃった。辛子マヨが効いててうまい。冷たいまま食べるチキン南蛮とかいうの美味しかった。おつまみにも合うしおかずにしても十分満足できる量。味も濃いめだからご飯に合う。冷たいから揚げ物感が少なくてさっぱり夏バテしてる時でも食べれそう。ホットスナックの春巻きと冷凍のつくねが美味しくて、よく買ってるつくねはほんのり味噌が効いてて美味しい。インスタントラーメンのスミレっていう味噌ラーメン、スープがめちゃくちゃ美味しい。それでしっかりとコクがある味噌ラーメン。麺もノンフライだからもちもちでスープとよく絡んで美味しい。最近はマンネルチョコ製サンド。見た目はロッテのチョコパイに似てるけど、あれより分厚くてしっとりしてて食べ応えあり。私もそっくりじゃんと思って食べ比べしたけど全然違かったよ。セブンのチョコ生サンドは甘さはしっかりあって生地もしっとりてたけど軽く食べれた。セブンのミルククリーン、クリームは程よい甘さで下に入ってるミルクプリンがミルク感あって本当に美味しい。間にほろ苦いカラメルソースが隠れてる。これめっちゃ好き。美味しすぎるカスタード。これ食べやすくて美味しいです。辛いの苦手な人でも大丈夫。これダイエット中のランチに満足感半端ないよね。私も大好き。私も今ハマってます。
美味しいですよね。大好きです。さてさて、最新セブンイレブン初夏のおすすめ商品はいかがだったでしょうか。皆さんのおすすめがあったら教えてくださいね。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは次回の動画でお会いしましょう。